はい、皆様、今回もご視聴本当にありがとうございます。カズチューブです。さて、今日は2月の23日の木曜日、オリックスバファローズ宮崎キャンプは第6クールの2日目に入りました。今日の宮崎は午前中朝雨が降って、その後雨が上がって気温は14度、昨日よりも2度ほど最高気温は高くなりましたが、日差しがなかったんでね、暖かさは全く感じないというそんな1日でした。まあ、そんな寒くはなかったんだけど、さあバファローズ宮崎キャンプは第6クール最終クールの2日目でございました。で、今日はもう実戦が2試合、この速研スタジアムメイン球場の方では楽天のファーム、そして第2球場清武第2の方では DeNA ファームが、来まして、練習試合が行われました。同時に2試合ですよ。珍しいね、こういうのもね、ということで、しかもプロのチームだからね。で、まずは、メイングラウンドの方、速研スタジアムの方では楽天ファーム3対1オリックス勝ちました。先発は今日は佐藤和真が3回失点1、立ち上がりに1点失ったんだけども2回3回はしっかり抑えました。2人目前投手が2イニングスを投げて無失点で勝利投手で、その後、鈴木康平投手、山田投手、漆原投手とつないで、まあこんな感じ、鈴木投手も2回抑えましたね。で、山田投手、漆原投手も投げてという中で、西武漆原というゲームでありました。まあ、ピッチャー陣の仕上がりはいいような感じはしましたね。また談話バージョンで詳しくお伝えしますが、こんな感じの系統でした。佐藤和真投手もでも初回の1点はちょっとね、立ち上がりということもあったんだけども、しかし変化球とのコンビネーションも悪くなかったと僕は思っております。ピッチャー陣はいいですよ。で、打つ方では内藤選手が、3番サードスタメンで2打数2安打打点1、ね、タイムリー1本でした。同点タイムリーヒット、頓宮選手がホームランを打つということで、楽天戦には強いねということですね。その他、太田選手、野口選手、若月選手、北選手、茶野選手ヒットを放って、下の線引いてあるところ、ここの2人は、マルチ安打、内藤選手も2安打マルチ安打というゲームでした。北選手がね、2試合続けてヒットを出ましたし、太田選手もね、やっぱり存在感示しました。野口選手にもヒットが出たということではあるんだけれども、勝利ということでした。でもまだどうだろうな、まあ勝つには勝ったんだけど、打線もね、単打は出るんだけども、なかなか、まあ、頓宮選手の一発は効いてますけどもね。で、まあ、盗塁失敗もあったりというところで、ヒットの割には点はという感じのゲームではあるんだけども、まあ、でもピッチャー陣頑張りましたね。まあ、でも個人的に、まあ、ヒットも出てる選手が実戦で出てますんで、これは良かったですね。メイン球場、楽天ファームに対しては、オリックス若手チーム。まあ、ちょっとね、昨日よりも今日2班に分かれてますんで、で本当、実績組は今日午後からの練習だけで終わってますんでね、そんな感じでございました。で、もう一つ、第2球場の方では DeNA の、ファームを迎えての一戦だったんですが、こちらは2対0で勝ちました。まあ、こっちもね、まあ、打ち勝った感じじゃなくて、ピッチャー陣で勝ったという感じ。先発、山崎福也投手が2回を、0点。2人目、村西投手も2回を0点で、まあ、この先発、山崎福也、2番手の村西投手は共に無四球です。これがまあ、素晴らしいね。特に村西投手はこの、腕を下げて、新しいフォームの中で、しっかりこう制球ができたというのは、これ、いいことじゃないでしょうかね、無失点。で、山崎颯一郎投手が3人目投げて、1イニング投げたんだけども、ここはね、ヒット1本、フォアボール1つで、三振2つ奪うんだけども、1回だけで27球を投じてますんで、ちょっと苦労したのかなということ。で、その後、東投手が3イニングスを投げて、55球、無失点というところ。で、颯一郎投手、今日ね、マックス153が出たそうです。やっぱり来てますね、やっぱりね。で、最後、横山投手が1イニング抑えるという中でのシャットアウトリレーということで勝利しました。で、まあ、こっちもピッチャー陣の頑張りですよね。だから、サチア投手がナイスピッチングでしょ。で、村西投手もいい成績残してますからね。ちょっと総一郎投手が球数多くてランナー背負ったんだけど、0点に抑えたという、まあ、そんな感じでした。153キロが出たそうです。それで打つ方なんだけども、まあ、こっちもね、打つ方は、決して、活発ではないということで、佐野幸和選手が2安打。他、西野選手、山中選手、上野選手が1本ずつということで、チームとしてはヒット5本という、そんなゲームでもあったそうなんですが、まあ、ピッチャー陣の頑張りが目立ったというね、まあ、今日は共に、勝利したというね、
楽天ファーム戦、そして DeNA ファーム戦は勝利ということでございました。まあでもまだオリックスも主力は出てないんだけども、まあ速見の方ではね、メインの方では楽天戦は、太田選手、野口選手と1、2番、野口選手が最初はね、センター守りましたもんね。で、若月選手がマスクを被るという、そんなゲームでもありました。ということで、まあ今日はそんな感じかな。それで、そう、あとはね、皆さんがお待ちかねのニックス投手の入団会見が行われました。もう練習に合流してということで、まあ、体体調はいいということで、もうすぐにも投げられるということで、まあ、先発として頑張りたいということを話していましたが、まあ、談話バージョンでこの後詳しくお伝えします。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズチューブでした。